エア・オーストラリアはオーストラリアに存在した航空会社。旧社名はストラテジックエアラインズでブリスベンに本社を置いてオーストラリア国内線及び国際線の定期旅客便を運航していた。子会社にストラテジックアビエーションがあり、エア・オーストラリアもしくは他社からリースした機材でチャーター便を運行していた。2012年2月17日、全便の運行が休止され、 エアオーストラリアは任意管理手続きに入り破産した。その後2012年3月23日に生産された。エアオーストラリアの A320 から2 0 0 2 0年5月時点5機の機材を運用しており14機を発注済みであった。ストラテジックエアラインズは A330 から200を8機発注しており、うち6機を使用してメルボルン国際空港及び ブリスベン国際空港から中国とインドへ路線を開設する予定であった。2期は国内線に投入され、2011年後半と2012年前半にそれぞれ受領をする予定であった。ありがとうございます。